からのご来場でございましてありがとうございます。場内いっぱいのお客様、ありがたいことでございまして、もう楽屋中みんなひっくり返って喜んでおります、ね。なんだお客ってな、その気になれば来れるんじゃねえかな、どんなこと見て、どうか一つ一番最後まで、気をしっかりとお持ちになって小愉快に一つお過ごしをいただきます。まあ我々話に出てくる人間というのはしっかりしたやつは一人もおりませんでね、みんなぽーっとしたやつばっかりでございまして、代表的な人間があって、与太郎という男がいるんでございます。与太郎というから、もう落語界ではもう大スターなんでございますよ。ビッグスターでございますよね。しかしまあ誰が名付け親なんだか知りませんけども、いい名前をつけたもんでございましてね、与太郎、バカだなってすぐに分かっちゃうんですよね。ある愚かしい人間が西の空へお天道様ずっと沈んでいくのをぼーっと見てましてね、あのお天道様、あの先行ってどこ行くんだろうな、あいつは。よし、あのお天道様の行く先を見届けてやろうってんで、この男が西へ向かってうわーっと駆け出した。夜だろうが夜中だろうが、そんなことはお構いなしでうわーっと駆け出した。そのうち東の空が明るんできてね、この男が立ち止まってひょいっと振り返ってみると、自分の背中の方からお天道様登ってきて一言言ったそうです。しまった、行き過ぎちゃったよ。これはまあ宇宙天体に遊んでいる大変スケールの大きなバカでございますけど、どうも大家さん、おめでとうございます。長屋の連中みんな来てくれたか。まあまあこっち上がっておくれ。どうも驚きましたね大家さん。いやさ、あの与太郎にお奉行様からお差し紙がついたってから、あの野郎またなんか悪さしたんじゃねえかってんでね、みんなで心配してきたんですよ。お奉行様からわざわざお差し紙がつくぐらいだから、ほらよっぽどのことをしたに違えねえってんで、何をやらかしやがったんだろうってんでね、みんなでね考えつく人は、この盾がね、与太郎が人を殺したんじゃねえかとこう言うんですよ。バカなこと言っちゃいけねえ、与太郎にそんなことができるわけはねえじゃねえかったら、いやそうじゃない、あいつは普段はぼーっとしているけども目の奥にキラッと光るもんがある、くだらねえこと言ってやがって。そうしたら、そうじゃないんだそうですね、親孝行の徳で青出し五冠門のご褒美をもらったんだそうで。そうなんだよ、もう私はね鼻が高いよ、嬉しくって嬉しくってしょうがないんだよ。それでな、お前たちに来てもらったというのは、このいただいた お金ね、五冠門だ、これは与太郎がもらったもんなんだから、あいつに渡さなくちゃいけないんだけども、あれはもう目がバカだからね、私はもう右から左へ使ってもうすぐおしまいだ、それじゃあお奉行様に対して申し訳ないんでな、でこの五冠門であいつの身の立つようなことを考えてやりたいと思ってさ。おー、なるほど、おら結構ですね、おらいいことだね。じゃあそれ元手にしてさ、与太郎に商売やらせましょう。商売？飽きんどかい？だけどお前、あら、根がバカなんだからね。商売なんて務まるかね、大丈夫ですよ、できます、やらせればできるんですよね。それ昔から言うでしょ、飽きんどはバカになれってんの。あれ本当のバカなんだから。メッキが剥がれる気遣いありませんよ。そりゃまあそうだけどもさ、どんな商売をやらせようってんだ。あしはね、親父から聞いた話を思い出したんですけどね、昔上方に嵐利観という歌舞伎役者がいたそうでしてね、これは名優だったそうですね。江戸には中村芝翫という、これは大々名優ぞろいですよ、ね、とある時この嵐利観が江戸へ初下りで、利観と芝翫のね顔見世興行二枚看板、ね、大歌舞伎、ね、芝居を打ったんですけどもね、これが当たったそうでしてね、お客様連日ずっと詰めかけてね、大入り満員という ね入りだったそうですよ、と上方の商人ってのは抜け目のない人がいますからね、この木を掴んで利観茶に芝翫茶というね
ね、反物をこしらえたんですね。これがまあいい茶色だったそうですけどもね、これがまた羽が生えて飛ぶように売れたってんですよ。と江戸の小商人ってのは粋な人がいますからね、この罹患茶に紫患茶を一旦ずつ買ってきて、まず罹患茶で着物をこしらえて、で紫患茶で頭巾、金兵衛、たつけなどをこしらえましてね、で、きれいなあの小箱の中へね、飴を入れまして、これはまあ棒飴ってやつなんですけどもね、これをたくさん入れて、この箱を首からかけて、ね、で、鐘と太鼓で囃しながら罹患島に紫患島という飴を打って歩いたってんですけどもね、この林が面白いってんで売れたそうですよ。おー、そうかい。どんな林なんだ、お前知ってるか。うん、親父に聞いてますから知ってますね。やってみましょうか。こう言うんですよね。罹患島に紫患島、罹患島の本来はウルの小米にかんざらし、かやに銀なにきに長寺、ちゃんちけちんすけてんてんてんす。俺はまた賑やかなもんだな、これで飴が売れたってんですけどね。あっしゃそれから思いついたんだけど、ですけどもね、どうです、与太郎を飴屋にしませんか。おお、飴屋、おー、いいかもしれないね。あいつは根が甘い人間なんだからな。だけどお前、罹患島に紫患島じゃ意味がないだろ。そりゃそうですよ、親孝行の徳でね、私御関門ご褒美をもらって、それを元取りに売るんですから、この飴を孝行島という名前にするんです。うまい、うまいね、いいな、孝行島ぴったりじゃないか。で林はどうするんだ。もうこれはまあ罹患島と紫患島のそっくり借りましてね、でまあ親孝行のことですから、もろこしの二十四方の敷金とかなんかくっつけとけばね、いい林になると思いますけどもね。だけどそんなことできるかね。大丈夫です、わけありませんよ。じゃあちょっと私がやってみますからね。孝行島、孝行島とくら、嬉しそうだなお前さんは。孝行島の本来はウルの小米にかんざらし、かやに銀なにきに長寺、ちゃんちけちんすけてんてん、昔々もろこしの二十四孝のその中で、こりゃ老来しと言える人、親に孝行しようとて、こりゃこしらえ上げたる孝行島、食べてみな、おいしいよ、また売れたったら嬉しいねってんつ。うまいね、おい。いっそお前さんが売って歩いたらどうなんだよ。バカなこと言っちゃいけないよ。どうですかこういうの。ああ、そりゃ結構だ。じゃあ与太郎を飴屋にしようなんてんでな、親孝行の特定のありがたいもんでございましてね、長屋の連中が寄ってたかってなり一切こしらえてくれまして、でどんなバカでも一つのことをコツ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 教えると、まあ物覚えの方も割と早いもんと見えましてね、五郎くんちもするってえと、まあ派手な格好で間抜けな顔をしてね、鐘と太鼓を叩きながら表へ出てまいりまして、かーかーたかーかーたかーかーたの本来はうるぬかごめにかんざらし、かやにぎんなにきにちょうじちゃんちけちんすけてんてん、派手な野郎が出てきやがったね。おい、なんだやれ、知らねえのかよ、孝行島という飴屋だよ。飴屋が見りゃ分かるけどもさ、なんだか少し抜けてるみてえだな。いや、少しどころじゃないな、筒抜けなんだよ。根は空バカなんだけどね、親孝行もんで、お母さんを大事にするってんでな、青差しご関門の褒美をもらったってえらいやつなんだよ。で、あの飴を買って子供にあてがうと、あやかってその子まで親孝行になるって話だよ。へえ、うめえこと考えたもんだ。あやかって親孝行になるってことを聞いちゃう、うちのガキにも食わせなきゃなんねん。じゃあ一つ買ってやるかね。おいおい、飴屋、こっちだこっちだ、買ってやるから、いいからこっち来い、こっち来い。なるほど、変わってるねこの野郎は。人の前突っ立ってパカーと大きな口開けて上向いてやる、喉の奥まで火が当たっちゃってるよおめえ、おめえ親孝行するんだって偉いねだわね。おめえ年はいくつだ。年はいくつだよ。
去年19。なんで変な答えようだね、おい。歳はいくつだって聞いて、去年19ってのは初めて聞いたけど、去年19なら今年はいくつだ。20だ。20ってやつがあるかい。20のことは20歳ってんだよ。じゃあ30はイタチか。からかわれちゃった俺。まあまあいいや、飴買ってやるよ。いくらだそら。あ、そうか、よし、あったかった。これからもおっかさん大事にするんだぞ。いいか。よし、じゃあわしやるか。おい、お前銭もらってスーッと行っちゃっちゃダメだよ。お前商売してんだ、飴屋なんだから、飴置いとかなきゃダメだよ。ちょっと待てよ、お前だってね、コアキンドなんだから、もうちょっと愛想よくしなきゃダメだよ、お前ね。この飴を客に渡す時だって、お前黙ってね、女なんて渡すんじゃないんだよ、ね。こういう時はな、どうもありがとうございますってんだ。どういたしまして。俺が礼言っちゃったよ、おい。ほら、驚いたな、どうも。そっちが済んだらこっち来い、買ってやるぞ、なんてんだ。親孝行の徳で大層売れます。売れるとなると、バカでも嬉しいもんと見えましてね。雨が降ろうが、風が吹こうが、そんなことはバカですから、お構いなしでございます。毎日、孝行と、孝行とと流しておりましたけれども、ある日のことを小石川の水戸様の御門前に差し掛かった。水戸様、徳川家の御三家でございますね。紀州、尾州、水戸様という。で、お屋敷はどこにあったのかっていうと、今のあの東京ドームね、ビッグエクってんですかね、野球場がございます。で、その隣に後楽園遊園地ってんでね、ジェットコースターやなんかブラーッとこうな、走っておりますけど、あそこいらへん全体が、水戸様のお屋敷だったそうでございます。で、当時江戸市中で一番やかましかったのが、この水戸様の御門前通り。ああ、ここはもう大きな声を出したり、なんかわめいてたりなんかするってと門番にすぐに怒られるね。だからみんなここは静かにさーっと通り抜けたそうでございますけども、与太郎はそんなことは知りませんから、金と太鼓を叩きながら、まあ、にぎやかにやってまいりまして、かーかーたーかーかーたーかーかーたーな本来は俺の国名にかんざらしかやーにきんなにきにちょうじちゃんちけちんすけれんてん。妙なやつが参ったな。ほーれーは昔々私の二十四川のその中で御門前者によって成り物は愛ならん、ちゃんちけちんこれすけてんてんこらてんたかどん。小言と林がぴったり合っちゃってね、六尺棒でぶたれております。しばらくお待ちくださいましょう。お前こっち行こう。いいからこっちへ来るんだよ、バカ野郎ね。何も存じません通りがかりのもんでございますが、この者は決して怪しいもんではございません。ご覧の通り、孝行堂という飴屋でございまして、根は愚かでございますが、親孝行者で、お神様から青出し御関門のご褒美を頂戴いたしまして、それを元手に飴を売らしております。まあ根が愚かでございますから、どんな粗相をいたしましたか存じませんが、親孝行に免じまして、ご勘弁のほどをお願い申し上げます。いや、愚かしい者とあらば致し方はないが、御門前者によって成り物は相ならんと申すと、ちゃんちけちん。これというと、すけてんてん。こらというと、てんとことん。拙者の小言を成り物の愛の手に使う。これからこのようなことのなきように、よくその者に申しつけ。お許しが出ましたか。ありがとうございました。さあさあさあ、お前こっち来い、こっち来い。痛えや、痛えや。棒で打たれたとこが痛えや。バカ野郎。あんなところ金と生やし、ね、太鼓と生やしたって網が売れるかよ、お前。水戸様の御門前で踊ってやんだ、バカ野郎。首切られたって文句は言えねえんだぞ。親孝行の徳で命が助かったんじゃねえか。ったくもうしょうがねえ野郎だんとよ。大きな図体していつまでも泣いてんじゃないよ。だけどだいぶ打たれたらしいな。どことどこを打たれた。かーかーたーかーかーたー。